戻って、朝ごはんの用意をしてくれました。なのでいただきたいと思います。魚くんを見ながら、通常は向こうの、あのカフェラビットの方で、いただけるんですが、今日は寒い、あのレンガ作りのお家なんで、あのお店がね、気温が上がらないんで、でしかも動画で見てもらった通り雪なもんで、まあまあ時間かかると、じゃあここでっていう話でここです。今日は特別ですね、イレギュラー状態です。まああの一人でやってるんでね、もうどっかのホテルみたいにね、こうしろあしろって間に合わないんで、その場の対応でしてくれるんで、すごく助かります。ではいただきます。ではいきます。